カムロ町の構想はどうなんだ、東条会さん。いつまで長引かせるんだ。時期終わりますよ。関東一円の頭の皆さんにはお騒がせしてます。こうやって親睦ってのも結構だが、東条会がいつまでも中国人に舐められてちゃ関西に隙見せることになる。カムロ町は関東ヤクザの顔なんだ。しっかりしてもらわねえとな。いやね、俺らはあんたみたいな若い人に頑張ってもらいてえと思ってんだよ。諸先輩方には俺みたいな若輩を同席させていただいて感謝しています。噂じゃ堂島の竜がカムロ町に来てんだって。さすがお耳が早いですね。都政を抜けた人間にいつまでもでかい面させちゃダメだよ。これからの東条会は聡明やさ、あんたの時代だろうが、そろそろあの老害には引っ込んでもらいなよ。老害？そりゃそうだろうがよ。昔はすげえ極道だったかもしれねえが、もう過去の話だ。男ってのは何をやってきたかじゃねえ、何をするかだ。口だけの老害の出る幕じゃねえってことよ。よう、もうその辺で。なんだよ。おい！なるほどな。それじゃあ結局例の達川がなぜ殺されたのか分からずじまいか。命がけでアジア街に乗り込んだにしちゃ見返りが少なかったな。だが達川が何らかのことで中国マフィアを裏切って殺されたってことまでは分かった。もしかしたらそこに遥の事故が絡んでくるのかもしれない。なんだ、それじゃあ西洋界の中国人たちが達川と関係のあった遥とその赤ん坊を見せしめに殺そうとしたってことか。もしそういうことならもう遥とをカムロ町に連れてくるわけにはいかない。伊達さんが遥を警察病院に移してくれていたのもいい判断だった。何にしてもまだ達川って男にはわからねえことが多すぎる。それを確かめるためにも俺今夜ローとまた会うつもりだ。そうか。しかし達川にしても舛添ってのにしても中国マフィアが広島に潜り込んでたわけだよな。広島に何があるってんだ。やっぱり伊達さんにもわからねえか。はあ、なんかもう言葉も出ねえ。いつの間にか俺らの周りに中国マフィアが紛れ込んでたなんてよ。達川なんて俺はガキの頃から知ってたんす。もう誰を信じていいのかわかんねえ。ローの言ってた尾道の秘密ってのも何なんですかね。さあな。だが俺が今知りたいのは西洋会が達川を殺した背景だけだ。それが遥の事故と関係ねえってんならもう俺らが西洋会に首を突っ込む理由はない。ん？お前は聡明や。踊れ。おい、こんなとこでよせ。まさか東京に来てまで踊れの面拝まされるとはの。何の用じゃこれ。ふん。神室町の女の味はどうでした？南雲さん、広島の田舎じゃ味わえないもんだったでしょう。桐生さんたちがホストクラブにいる間お楽しみだったとか。なんでそがなこと知っとるんち。ここは俺ら東条会の町ですよ。お忘れですか。なんなら
あんたが店でどんなプレイしてたかまでここで話しましょうか。踊れこのクソガキ。何しに来た染谷。お前は登場会の手下に俺を襲わせるだけで高みの見物だと思ってたがな。今日は4代目にお願いがあって来たんです。悪い話じゃありませんよ。何？単刀直入に言います。4代目、この俺と手を組んじゃもらえませんか。なんだと？4代目は昨夜西王会総帥の牢に遭われましたよね。アジア街に牢が姿を現したと聞いています。同じ頃東城会の門がアジア街に入っていく4代目を見たと報告をしてきました。それで牢と次に会うのはいつです？その時に俺を牢と引き合わせてもらえませんかね。何を企んでる？ご存知の通り東城会は今牢の採用会とドンパチの真っ最中です。お互いまだまだ流れる血が足りねえってんで終わりの見えねえ泥沼だ。ところが手打ちにしようにも牢はある事件が起きて以来ずっと地下に潜っちまって足取りがつかめないでいる。ある事件聞いてませんかね。奴の息子ジミー・ローがカムロ町で殺された件です。ジミー・ローはカムロ町での実動部隊を動かす西王会の幹部でした。ゆくゆくはローの後継者となるはずが町の片隅でゴミみてえに殺されたんですよ。東条会が殺したのか、ローの息子。刑事さんの前でヤバなこと聞かないでください。オフレコにしといてやるよ。どの道証拠がなきゃ警察は動けねえんだ。誰がジミー・ローを殺したのか知りませんよ。ただローは東条会がその殺しに絡んでいると思っている。だから東条会と西王会の抗争に幕引くにはこの俺がローと会う必要があるんです。俺をローと会わせてください。四代目、たまにはあんたも東条会のために役に立ってくださいよ。ねえ。けどが兄貴が踊れなんぞの言うことを聞く気ではな。おい兄貴はのローから大事な話を聞かんといけんのんじゃ。それじゃやっぱりまたローと会うことになってるわけだ。あ？ソメヤ、その前に一つ答えろ。聞いた噂なんだがな、アジア街を焼き払って西洋会をカムロ町に引き込んだ人間が東条会内部にいるらしい。この話聞いたことはありますね。その噂によれば西洋会を引き込んだ人間ってのは菅井さんと俺です。その後お前らは西洋会とグルになってカムロ町の抗争を演出した。警察は抗争の責任を東条会六代目に押し付けて逮捕し、おかげで菅井とお前は東条会の実権を握ることができた。だが今になって作り物だった西洋会との抗争に本物の火がついちまったってことなんじゃねえのか。俺が聞いた噂によればの話だがな。もしその噂が本当なら俺や菅井さんは東条会の親に弓引いた裏切り者ってことになっちゃいますよ。馬鹿げた話です。ご質問には答えましたよ四代目。それでどうします？協力してもらえるんですか？いいだろう。夜になったらまたこの店に来い。牢のところへ案内する。え、あ、兄貴ちょっとええんですか？ただし牢には今夜俺一人で会うことになっていた。その約束を破る以上何が起きてもおかしくはない。結構ですよ。ありがとうございます四代目。兄貴行けんよ。あの染谷の下道は抗争相手の牢をやる気じゃ。もしそがな真似されたらもう牢から立川の話聞けんようになる。ああ、だからこそ俺は染谷と一緒に動くんだ。
あの染谷って男は危険すぎる。いつ何をしでかすかわからねえ。狂犬は放し飼いにするより近くで見張ってる方がいい。なるほど。孫子曰く、友を近くに置け、敵はもっと近くに置けってやつですか。なんならそら、かっこいいじゃないの。キルさん、夜になったらまたあの染谷が来ます。あいつを連れて牢のところへ行けば何が起きてもおかしくありません。キルさんは今のうちにいろいろ準備しといた方がいいですよ。ああ、そうだな。そしたら兄貴、わしらはここで待っております。広島の方も気になりますけ、田頭や松永と連絡取っていろいろ聞いてきますわ。キルさん、準備はもういいんですか。よかったら夜まで少し休んだらどうです。ああ、そうさせてもらう。わかりました。ソメヤが来たらお呼びしますよ。すまないな。これはまたお揃いでお出迎えいただいちゃって。ソメヤ、約束通り来ましたよ。そちらは気が変わったりしてませんよね、四代目。ああ、安心しろ。牢のところへ案内してやる。兄貴、このバカタレが何ぞおかしな真似しよったら、すぐわしらも行きますけ。いつでも呼んで使わさい。その面らボコボコにしたると。四代目、牢と会う場所はどちらで。前は桃源郷ってソープだったビルだ。牢はそこで待ってる。桃源郷？あんな場所に牢が。何か問題でもあるのか。まああの建物の中に入ればわかりますよ。兄貴、ソメヤに寝首かかねんよう気をつけてくださいや。キリュウの兄貴、どうかお気をつけて。キリュウさん、無事に帰ってきてください。四代目はあの牢に何て言われてまた会うことになったんだよ。登場界の人間には関係ないことだ。お前に余計なおしゃべりをするつもりはない。そんなこと言わずに仲良くやりましょうや。行き先が桃源郷ってことなら、牢も四代目を歓迎してるわけじゃないらしい。どういう意味だ。あそこは前とは様変わりしてましてね。ソープが潰れた後は誰も手出ししてこなかった場所です。そこに入り込んだ連中がまたろくでもないのばかりなので、多分牢はそいつらを使って四代目のことを試すつもりでいるんですよ。例えば四代目が本当に手を組む価値がある男なのか見定めるためにとか。
ここだな、桃源郷。ロウはもう俺が四代目と一緒にいることに気づいているはずです。約束と違うなんつってとんずらこかれなきゃいいんですけどね。どうだろうな、そうなりゃお前も俺もお互い無駄足だ。まあ入ってみてのお楽しみです。しかしこんな小汚い場所で出迎えもなしってんじゃ、ローもゲストへの礼儀ってものが分かっちゃいませんね。はあ、それについちゃ同感だ。もう10年くらい前ですが、セラ三代目が死んだ後、東城会の跡目争いの構想がこの建物にも飛び火した。もちろんご存知ですよね。堂島の竜と島野の狂犬が暴れまくってダンプを突っ込ませたりめちゃくちゃだったらしいじゃないですか。ここを廃墟にしちまったのはあんたらですよ。ここ以外にもこの町にはあんたらが好き勝手やってぶっ潰してきた負の遺産ってのがゴロゴロしてます。そういう場所に入り込んでるのが連中みてえな立ちの悪い半グレです。若い女をさらってきちゃやりたい放題やってるみたいで、ところが今は警察も東城会と中国人の抗争で手が回らねえ。でこんな町のど真ん中に無法地帯ができちまった。どうです、四代目も責任感じちゃいません？しかしこの建物の奥に牢がいるとなると、そこのチンピラどもは牢の元に下ったってことなのかな。ならこいつらは牢のよこした出迎えか。その割には俺らと口を聞く気もねえらしいな。どうせこいつらから身のある話なんて聞きやしません。あんまり牢を待たせねえうちにやってやりましょうや、四代目。この先に通路がありますよ。こいつをどかしたら先に進めそうです。亀裂が入ってる。なんだこいつは。相当ヤバいやつがいますよ。四代目、ほっといて先に進みましょう。梯子を使って上へ行きましょう。悪く思わない。
四代目、聞こえますか？ここで待ってますから、早く上がってきてくださいよ。Yeah.
なんだよ。キリュウさん、あなた一人で来ていただく約束だったが、連れがいるのはどういうことだ？ロ。もっとも、私は日本人の裏切りには慣れている。ちょうどそこにいる染谷さんのおかげでね。お久しぶりです、ロウさん。こんな場所にいらしてたんじゃ、いくらアジア街を探ってもお目にかかれなかったわけだ。カムロ町には東上界の手が行き届いてない場所はまだいくらでもある。ここはその一つに過ぎない。なるほど。しかしいい加減うろちょろされると目障りなんですよ。あんたらの匂いが臭くてね。我々をこの町に招き入れたのはあんたたち日本の極道だ。私の息子を殺したのもな。そうか、やっぱりあの噂話の通りか。染谷、お前らとローはもともとグルだった。アジア街を焼き西洋界を引き込んだ後のお前らの構想は、大吾を警察に逮捕させるための茶番。ねえ、ですが今は見ての通り、俺らと中国人は戦争の真っ最中です。菅井さんが東上界の頭になり次第、用済みの西洋界には消えてもらおうとしたんですが、なかなかしぶとくてね。改めて言いますよ、四代目、俺と手を組んでください。正直言うと、さっきまでローはこの場で殺すしかないと思ってたんですがね、四代目と一緒なら
牢を生け捕りにすることだってできそうだ。それに俺がここで牢を殺すとなりゃ四代目は止めるでしょう。あんたは牢から聞き出さなきゃならねえことがあるってんだから。でも俺と一緒に奴を生け捕りにすれば話は後でいくらでも聞き出せる。俺も牢を殺しちまうより生け捕りにした方が後々西洋界の連中を支配しやすい。俺とお前で利害が一致していると言いたいわけか。ええ、違いますか。思ったより甘え野郎なんだな。例の噂によりゃお前らは大吾をはめて無所にぶち込んだんだったな。俺はあいつをガキの頃から知っている。極道と距離を置いていたあいつを東城会六代目に引き込んだのも俺だ。なるほど。要するに何があっても俺と手を組む気はねえってことですか。足は洗っても俺は結局根はヤクザだ。身内に手出した相手がどんな奴だろうがやられたらやり返す、そういう性分なんだな。あんたのそういう振る舞いが計算づくじゃねえってんだから恐れ入りますよ。ん？ローさんの目の前で俺を倒せばあんたは西洋界の信頼を得ることができる。今までもそうやって無邪気に動いてきた結果あんたはその男気で敵も味方も魅了してきたんでしょう。自分の見せ方がうまい極道ってのは出世します。あんたがしてきたのと同じことを俺は計算づくでやってのし上がってきた。何が言いて。四代目、俺とあんたはやり方が違うだけで案外似た者同士ですよ。笑わせるな。これは面白い出し物が見れそうだ。四代目がタイマー張ってくれるとなりゃこんな無粋なもんは使えませんね。今度は殺す気でやらせてもらいますよ。上等だ。来い！
これが堂島の竜。俺もここまでですね。今からどうあがいたとこであんたらから逃げることもできねえ。さあどっちが俺をやるんです？あんたか、それともローさんか。桐生さん、この場は私に任せてもらえるか。私は息子を殺されているんだ、このカムロ町でな。そうでしたね。言い訳をしないんだな。だがやったのはお前ら東条会の極道ではない。私の息子を殺したのは陽明連合会の黒幕、岩見恒雄だ。岩見恒雄、クルス会長の息子が。あの男は東条会の頭を自分に都合よくすげ替えるために我々をカムロ町に引き込み道具にした。そして用が済むと私の命を狙い、息子はその巻き添えになって死んだ。なんだと？この染谷も東条会の菅井もその後ろに岩見恒雄がついているからこそのチンピラに過ぎない。つまりこいつらは殺す値打ちもない連中だ。そんなこと言ってると後悔しますよ、ローさん。あんた自分を殺そうとする男を消しもせず野放しにする気ですか？たったそれだけの理由で殺しをしなきゃならんのなら、私は寝る暇もなくなってしまう。私の命を狙う人間は星の数ほどいるんだからな。この場であんたを殺すことは簡単だが、それは東条会といううるさい蜂の巣をつつくようなものだ。他より少し大きいだけの蜂を一匹殺して私を狙う蜂を増やすのは馬鹿げている。俺がほんの少し大きいだけの蜂だと？そうだ。その上あんたは今殺されなかったことで私に大きな借りができるな。借りだって？俺がそんな恩を感じる男じゃないと言ったら？それはそちらの自由だ。だがあんたを生かすことで私へのリスクは減りこそすれ、増えることはない。なるほど。それが長年組織を相手に頭を張り続けてきた人間の考え方ってわけだ。だが岩見恒雄にはこう伝えてもらおう。息子の仇を取るためなら私は寝る暇どころか全てを失っても構わないとな。今日のところはいい勉強させてもらいましたよ、ローさん。四代目桐生さん、あの男への扱いに依存はあったか？いや、何もない。私もあの男とのやり取りを見たおかげであなたという男を知ることができた。そもそもあなたをこんな場所へ招いたのはそのためだ。あいにくだが俺はあんたを知るためにここへ来たわけじゃない。タズカーのことを聞かせてもらおうか。俺がこんな場所まで来たのはそのためだ。タズカーはなぜあんたらに殺されなきゃならなかった？
あいつがやった西洋会への裏切りってのは何だ。残念だが、達川の裏切りを詳しく話すことはできない。あなたが西洋会に入って私に忠誠を誓うというなら話は別だがな。なんだと。もっとも達川の死の真相をあなたが知る必要はない。なぜなら達川はあの赤ん坊の沢村春人の父親ではないからだ。あの子の本当の父親は他にいる。なんでだ。なんでお前にそんなことがわかる。まさかお前は遥のことも知っているのか。私から今言えるのは、カムロ町で抗争している組織にとってあの赤ん坊が重要な価値を持っていること、そしてその価値を知る人間がますます増えているということだ。ハルトの価値ってのは何だ。あの子の父親は一体誰なんだ。多分その電話には早く出た方がいい。あんたが思っている以上にあの赤ん坊の周りは切迫してきているぞ。あ、キリエの兄貴、ユータです。広島でまずいことが。何があった。清美さんから連絡があったんす。うちの親父さんがハルトを連れて姿消したって。広瀬の親分がハルト。どういうことなんだ。俺にもわけわかんないっす。もしもし、兄貴、聞いてますか。もしもし、兄貴。ユータ、広島に戻るぞ。今すぐにだ。